どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、龍が如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はい。はい、まずは、レイドお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当、救援とボブありがとうございました。おかげで、2人ともね。はい、もう目標値に。目標順位に入ることもでき。楽しむこともできました。いっぱい楽しむこともできました。うちのね、配信の方でも、まさかのアイコンゲーまで。アイコンゲーやら、お名前変えゲー、新たなステージにまた上がりましたね。いや、とっても楽しかったです。腹痛くてしょうがなかったです。また久しぶりにめちゃくちゃ笑いました。またぜひ遊びましょう。はい。まあそんな感じで。とはいえ、なんか次はスクラッチでしたね。スクラッチだったね。だから、この前の、その時になんか次の特攻だよっつって渡された若大吾は、この次なのかな、そっか。スクラッチで使えないもんね。使えない。特攻も何もないので。ないもんね。うん。この次、何が来るかなんでしょうけど。うん。まあまあ、そこは楽しみに、スクラッチはとりあえずやっていこうかなと思いますけど、うん、バレンタインということで、まゆみとサイコ。はい。CG とイラストね。ねえ。こう並べられちゃうと、年の差ももちろんあるんだけど、若干サイコがちょっと年いって見えちゃうのが嫌だけどな、違和感というかさ。違和感ある。どっちもお綺麗なんだけどね。うん、綺麗サイコ。しかも髪の毛の長さ一緒だ。そうだね。二人とも同じ髪型。ほぼ同じ髪型だよね。うん。だいたいこの手のイベントになると、眉に困りようしてるけどね。可愛いかもしれない。この顔好き。そうらしいな。うん。まあまあ、見てみましょうか。よし。ついに日付です。2月14日。2月14日。来ましたよ。バレンタインは手入んないもう。入んない。長い。バレンタインってさ、じゃあ、漢字にしたらどうなる？何になるんだろう。何になるんですかね。セントバレンタインって言うんだっけ、あれ。長くなっちゃったじゃん。だから。バレンタイン。聖なるの聖に、バレンタインって何だと思う、うん、感じだと。チョコなんかないもんね。チョコ感じで、難しいな。むずいよね。確かにむずい。ないのかな。だから日付なのかな。ね、クリスマスは聖夜。めちゃくちゃ考えたんだろうね、でもね。どうしよう、どうしようって。いや、考えたんかな。まあでも、ホワイトデーもありますからね、この後に。ホワイトデーさ、来なかったじゃん、前回も。前回も。全然感じ。でもこれから日付使えるから。あ、そっか。3月14日。え、ホワイトデーは何？ホワイトデーだって秋山さんとかさ、なんで、あと誰が行くかな。いや、でもさ、辻さんとか、いや、まあね。なんかちょっとイケメン軍団とか、でも考えて。集めて、がホワイトデーのお返し持ってくるって、どう？でも考えて。これ、春日一番の、っていう、あれになって、バレンタインの撮影になってるわけじゃん。じゃあ、春日はもう入れてあげる。春日が出てこなかったら、春日お返しせんかったってことになるから、まずいじゃん。おしゃまずいな。春日も入れてあげる。まずい。じゃあ、春日は、一応ストーリーには出てくるけど、それプラスの方の、まあそうだね、プラスの方のガチャよ。そうね。そこは出てほしい、ね。うん、お願いします。3月14日。まあ、これからだからあれですね。12月25日とかになるかもしれない。いつものメンバーだと、12月20、クリスマス？クリスマス、聖夜じゃなく。やだ、そう、いや、全部数字になっちゃうじゃん。そう、もしかその時もだってみんなさ、話す時にさ、まゆみ2月14日さ、みたいな話になるでしょ。1988の2とかあったじゃん、なんかそういう感じ。まゆみ214もさ、私あれさ、暗号みたいで覚えらんないんだよね。その流れの中で囚人番号、囚人番号1ターンだって言ってるから。みんな数字で呼ばれる日が来る。もうやめなよ、ポチ覚えらんない、そんなの。最悪キャラの命日になるかもしれない。神田何月何日。やばいじゃん。ジュラルミンケースみたいな。命日はやばい。命日はダメだよ。出てくるかもしれないからね。そうだね。全部数字後ろについてるからね。そうだ、数字になるのか。そう。ほー。気をつけないと。すごいな。また新たなステージに来ましたよ、表記を。まあ、そんな2キャラクター、見てみましょう。まあ、ワンチャンガチャ、スクラッチなのでね。まあ、今回僕ら引くのはチケットですね。はい。後でまた、スクラッチの結果とワンチャンガチャの状況は別動画で出ると思いますけど。うん、はい。じゃあまずは一人目、微熱と甘味、瀬戸真由美2月14日。めっちゃ可愛い。海賊船の回復。めっちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛い。これまず、
まず、はい、まず顔が可愛い。この表情。はい。で、服装、バッチリ。そうね。このバッチリな服装、すごいよ。うん、これあれだよね、なんか女性ファッション誌とかのさ、モテフワコーデとかで出てくるやつ。出てくるよ。見たことある。かわいい。かわいい。これ、すごいよね。あと、後ろのこのイルミネーションね。まあね。ピンクで、バレンタインって感じする。バレンタインの時、こんなにイルミネーションってあるっけ？あんまない。クリスマスちゃうの？あるんかな？ないけど、もしかしたらあるのかな？こういうおしゃれな人たちが行く場所にはある。うん、でもこれでも渡されてる相手多分一番でしょ？いや、わかんないよ。違うのかな？違うのかな？しょうがないから余ったからあげるからね。そうだね。それかもう帰る際に帰り際に忘れてたみたいな感じでちょっとこう渡してやってるぐらいの。そういえば忘れてた。忘れてたわみたいな感じで渡してたどっちかパターン。いやでもそうバレンタインでしょ。そう。ちょっとこのちょっとツンなのね。そう。ツンデレな感じね。ツンデレ。ちょっとしかも、うん、この真ん中にいない感じもちょっといじらしいよ。そうだね。ちょっと端に寄ってる感じね。うん。この構図をね。構図がね。これドンパチとかで使った時に毎回チョコもらえるわけ。もらえる、ね。右側がこう、チョコをこうやってもらってる気分になれるのよ、ね。出てくるからちょっと。そうだね、うん。こぼれてる冷麺ぶつけられるのと同じぐらいの衝撃を受けることになる。そう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 。まあじゃあ、能力見てみましょうか。はい。一番大切なのは能力。そうかな。絵だと思う。俺は絵だと思う。はい、リーダースキル、男性の味方のスキルクールタイムを 15% 加速。はい。バトルスキル、クールタイム10で、残ヒットポイントの低い味方3体のマイナス効果解除とヒットポイント 40% 回復。うん。ヒートアクション、消費ゲージ3のクールタイム10で、男性の味方の攻撃力を7秒間 40% 上昇と、うん、味方全体の状態異常を回復。はい。で、アビリティの1、男性の味方人数 ×25% 状態異常になる確率を減少。うん。アビリティの2、自身の残ヒットポイント 50% 以上の時、うん、味方全体の攻撃力を 20% 上昇、はい、で攻撃陣特性が町の住民で、うん、ステータスが体力 23,102 の攻撃力 3,601、うん、防御力 4,030 の速度 245 と、うん、はい、まあ攻撃陣はいいと思います。陣はね、最近でも陣ばっかだな。まあそうだね。もうまあでももうほんと構え超攻撃の構えどこ行った？なんか、その辺、ちょっともうそろそろ変えてほしいよね。だって使えないものね。超防御とかさ。使えないって言ったらおかしいけど、あ、でも。超防御とか出ないの？いや、でも待って、使わないことはないわ。だって、ほら、やっぱ連合によってはさ。まあまあ、そう。だから連撃連鎖とかさ、ぐらいでしょ？構えで出てくるの最近。うん。残りは陣は、まあその方が使えるから確かに今現状はね、うんうん。使う連合さんが多いということで。うん、多分それで出てきてる。一時期ブームだった特攻とかもなくなったよね、最近ね。そうだね。まあまあ、それはいいとして、まあ攻撃陣はいいかと思います。はい。いずれ使うことも絶対出てきたりすると思う。うんうん、で、もうめちゃめちゃ男性をバフかけるタイプだね。そうだね。やっぱチョコの威力はすごいってことよ。うん、周り4人男性固めれば 100% 状態異常になる確率を減少してくれるし、うん、で、まあヒットポイント 50% 以上だったら攻撃力も 20% 上げてくれるし、うん、男性のスキルクールタイムも 15% 加速してくれるし、うん、殲滅型の迎撃組むのかな？もしくはまああれか、殲滅っていうか襲撃側に置いてもバフ係としてはいいのかなぁ。ヒートアクションにしてもバトルスキルにしてもマイナス効果も解除してくれるし、バフ剥がそうにも今ね、あのキラーハルカとか回復止めされてたらそもそも競争を剥がせなかったりするから、そうなると攻撃力高いことが正義みたいな、うんうん、効果力叩き込み続けるしかなくなっちゃうから、うん、まあそういう意味ではいいのかもね、と思いますけど。なんか、あの、絵のさ、顔っていうか表情から出してさ、うん、なんかめちゃくちゃ本命のチョコ渡してるっていうイメージだったんだけど、うん、あの、なんかスキルの名前見るとなんかギリっぽい。
え、どれ？スイートバレンタイン？違う、なんか感謝の気持ちとかさ、うん、なんかこれ食べて元気出してとか、なんか、うん、なんかギリっぽくない、うん、なんか、もっとさ、なんか、もっとなんか、美味しそうにできたとかもさ、違う、だから、やっぱツンのところ、それ。分かってない、お前は。うん、見て、まず、リーダースキルでもすでに美味しそうにできたって言ってんのよ。うん、僕絶対本命作ってんのよ。そっか。作ってるんだけど、うん、このもうちょっとこのアビリティのあたりの名前で言うと、もうここはツンのところですよ。ツン、ここツンなんだ。これ食べて元気出したらっていう、あ、そうか、感謝の気持ちだからね、みたいな、なんかこうギリ風に見せてる、この乙女心、わからんか。なんかね、ちょっとアビリティのところぐらいはちょっと本音が見たかった。じゃ本音がだからリーダースキル。美味しそうに、このわずかなところをリーダースキルが本音、そう、ここを汲み取る、あー、そういうことことが大事。なるほど、大事。何せ1個だし、渡してるチョコ、そうだよ、ね、そうだから、これ左手何持ってんの？バッグでしょ。バッグ持ってんの？バッグでしょ。ここにだってごっそうカゴにさ、チョコ入ってたら問題でしょ。わかんない。わかんないじゃん。これチョコ持ってんのかもよ。それはもう配ってる人じゃん。もう配ってんのかもしれないじゃん。それは配ってる人。いっぱいある中の、だけどこれは本命だよってわかる、うん、あー、まあ。なんか紛れさせといて、そっち説、うん。みんなにあげてるからあげるっていう方かなと思った。それもこれが、だからこそこの絵がこっちにちょっと寄ってるのよ。この。だからここにはチョコがあるのよ、こっちの考え的には。まあまあバカだな。なんでだろう。この右半分に意中の人ですよ。一人がいるわけですよ。だからこそこうちょっとこう横に分かれてる。これが真ん中にいたらあるよね。みんな、周りがもういっぱいいるような感じで、こう一個ずつ渡してる感じを。ちょっと何言ってるか分かんない。分からんか。分からんか。お前は夢がないな。バレンタインだぞ。まあまあ行きましょう。まあまあ、次行きましょう。何の話？キャラの話。キャラの話か。いいや。はい、じゃあ行きましょう。はい、これ真ん中だわ。ほらな。な、分かる。不適と甘味。最後2月14日ですね。技の補助というの。これでもちょっとさ、俺のこれ、あ、思い違いだったらあれなんだけどさ、この周りに囲われてるチョコ、ちょっとハートの形だったんです。勘違いじゃない。名前書いてある。そうでしょ、もう1番って、番って上は上なんて書いてあるの、これなんて書いてあるんだろう。なんだろうな。超天佑。あ、超天佑かな。なんか字面的にそんな感じかな。超天佑って本名で書く。フルネームで書く。フルネームで書くからどうなんだろう。なんて書いたんだろう。わかんないな。気になるな、これな。でもこれなんか、この辺なんかちょっと字数多いし、半純義っぽくない。半純義だから本名で書く。あの、フルネームで書くから。わかんない。え、なんて読んでるの？読んでる、なんかあだ名みたいにちょっと書くってないの？あだ名なかったよ。半純義って読んでた。そう、読んでたよ。読んでるとこそもそも見たことない。あんまり読まないからね。まあでもこれが、これあれですよ。もうギリの。だからもう不敵って言われてるわけですよ。あ、なるほどね。まあまあ、見てみましょうかね。うん、すげえな、なんか、ファンネル出してる人みたいになってる。すごいな。うん。はい、じゃあいきますね。リーダースキル、男性の敵のスキルクールタイムを 15% 軽減。うん。で、バトルスキル、クールタイム12で、敵全体へスキルクールタイム 10% 交代と、うん、町の住民の特性を持つ敵へ 18% 交代。うん。で、ヒートアクション、消費ゲージ4のクールタイム10で、味方3体へ8秒の予防。うんうん。と、攻撃力の高い敵3体へ 70% で6秒間の混乱。で、アビリティの1、敵のバトルスキルヒートアクションのヒート現象を100低減、うんうん、で、アビリティの2、町の住民の特性を持つ味方のスキルクールタイムを 10% 加速、うんうん、で、連鎖の構え、で、特性町の住人と水商売で、ステータスがヒットポイント22,909、攻撃力3,987、うん、防御力4,073、速度274と、うん、はい、まあ、補助の割に防御力は高めなのかな。そう、あ、そうだね、そうかもね。まあまあ。まあ、連射の構えっていうことで、うん、まあ、連撃の方向けですね。ですね。ですね。で、もう完全に町の住人に対していろいろする。そうだね、味方にせよ。敵にせよ。
って思うけど。バトルスキルはそうだね。うん、だからまあ、町の住人相手には 28% 交代になるのかな、うん、そういうことになるね。うん。だから、あれかな、キラー秋山、キラカスガ。うんうん。でも、キラー秋山、キラカスガって、これ飛ぶよりも前に飛んできちゃうんじゃないかなって若干思いつつ、うん、まあでもあれか、アビリティの、まあ2、まあでもそうだよな。どうなんだろう。あ、まあでもあれか、リーダースキルを発動させれば、男性はただでさえ遅くなるから、それでさらにバトルスキルで遅くさせることによって、リーダースキルを使うかどうかは使うかどうかが微妙だけど、まあでもそうすると、あのなんかよくドンパチとかたまに見かける、キラー秋山、キラカスガセット。うん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 。そのあたりがちょっと、迎撃として絶対に殺すみたいな空気出してる。をちょっとこう弱体化できる。できる。かつ、自分たちがキラーを持っていれば、キラー秋山さんとか、カスガさんとかだったら、ちょっと、そのアビリティの 1? そうだね。かな、あ、違う、2だね。2。がかなり早くできるから、うん、まあなんだろう、高レンジンやってる人たち、うんうん、キラー秋山、キラーカスガ、あと2周年カスガとかは、うんうん、まあスキル来るたび 10% 加速っていう恩恵をずっと受けられる状態になるのかな。うんうんうん、で、まああれかな、迎撃によくいるリリとか、レジェンドダイオとかみたいな、うん、ヒートアクションポッと持ってく。あ、ヒートアクションのヒート現象が100低減だから、あれなのか。リーダースキルの500低減は500低減されたまんまなのか。うん。ってことだよね。どこに行ってるの？アビリティの1。あ、1か。バトルスキルヒートアクションのヒート現象だから、ゴーロみたいなバトルスキル打たれた時には、100分軽くなるよ。軽いのが来るよっていう。だけど、レジェンドダイゴのリーダースキルみたいに500持ってきますっていう、あれリーダースキルは、500持ってかれたままになっちゃう。そう、リーダースキルはダメだね。バトルスキルとヒートアクションのみ。ってことだよね。うん、あ、なんか微妙だな、そうなるとな。ちょっとここがね、そうかもしれない。ここリーダースキルもなんかもう、気にせず100を低減にしてくれたら、ちょっと嬉しかった。またちょっと話変わってきたのに。そうでもないのかな。なあ、どうなんだろう。まあ、そうだね。あ、そしてあれですね。お返しは3倍ね、だって。そうだね。だからこういうことよ。これがギリよ。食べ過ぎ注意言うてくる。これもう、あれですから。あんまり食べ過ぎないでね、って言うといて、うん。お返しは3倍ね、っていうやつ。一番怖いやつ。昔はさ、よくさ、お返し3倍ねって言ったりしたけど、今もそうなの？ほら見て。で、私のチョコ受け取って美味しく食べてもらって。うん、だからこっちの方に建前でも営業トークが出てくる。そうか、そうか、そうか。この真逆感。うん。3倍だって。これですよ。これはプロの仕事ですよ。所業です。1個1000円だったら3000円になって帰ってくる。そうだね。それをみんなに配ったらめっちゃすごい。そうだね。もう、やっぱりやり手ですよ。さすが。最後ぐらいになってきた。さすが、サエコさん。さすがです。そうですよ。すごいです。サエコさん、さすがです。なんかすごいもん。まあでもなんか、どっちというか、キャラ的にはすごい強いんじゃないかな。うん、とか BS いいね、やっぱね。うん、最高の方が欲しい人が多いのかな？性能的に見たらね。気はする。今、町の住人止めようがないっていうの結構多いから。うんうん、じゃあ町の住人のそういうのがまたこれからも出てくるのかもしれないし、うん、そうだね。そうなったら今これ取っといた方がいいのかもしれないな。まあまあ、それはね、うん、ありますけど。うん、まあ、そんな2キャラクターでございますよ。うん、じゃあまあ、ガチャに行きますか。行こう。よいしょ。さあ、どうなるか。今回は出るのか。たまこちゃん、チョコをくれ？チョコくれ？チョコをおくれ？まあでもね、ガチャ券26枚と、30% と 50% があるし。よし。50% 怖いやつ。まあ、引いてこうかなと思いますよ。まずは、勝ち気だな。一旦息止めといてもらっても大丈夫ですね。これ引くときに。どっちがいい？吸ってから止めた方がいい。いや、そのまますっと止めてもらう。そのまますっと止めたらさ、うん、出るかな。早く引いてくれないと死んじゃうんだけど、いい？そうなるか。うん、まあ、そうだよね。それは。早く。今回女性ばっかなんや。か
ムロップは女性縛りでいいの？パブロップは女性なんじゃないの？中は女性だし。いや、一応秘密なんじゃないの？綺麗に女性しか見えない。綺麗に、本当だ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、下見て、下見て、下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 に、下に行って、下は、あー、あー、はい。落とした。なるほどね。まあ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 。オッケー、わかった。さて、0.75。じゃあ止めるよ、息。今だって言って。じゃあ行くよ。今だ。これで出るはず。俺はこれで。白いぞ。あ、でもこれ止めてる効果、止めてる効果が、あ、もう一回吸ってもらって大丈夫です。ああ、ダメだった。ダメだった。赤くはなったけどね。赤かったけど、でも SR1 枚しか出なかった。全然だな。タイミングがまずかったんじゃん。タイミングまずかったのかな。うん、このハイ押すタイミングで止める。一回ここで、ここでいつ、はい。あ、で、レバー引くタイミングで止めてもらおうか。引くタイミングで？うん。でもそれはもう赤とか白出ちゃうで。出ちゃってるのか。あ、もうこれ来たよ。止めた方がいい。一旦止めといてください。おい、マジか。頼むぜ。あ、来たぞ。ポッチ。あ、ポッチ止めてるから喋れないから。そりゃそうだ。え？え？いや、あんまり早く、もったいつけると、ポチが死んじゃう。ポチ。ポチ、ゴミ箱持ってきた。ゴミ箱持ってきた、チョコじゃなくて。あれ？おかしいな。おかしいな。ダメだった。そういうことじゃなかった。でもさ、止めてもさ、レオが出なかったらさ、それはもう、レオがさ、いや、もう、皆まで言うよ。じゃあ、いいっす。もう止めてもらいすぎると、ポチが死んじゃうから。やったら、吸うね。吸わん。いや、そう、意識して吸わんで。いや、普通に呼吸するね。普通に呼吸してて、もうて。青いしなぁ。これ 70% 側のやつですよね。みなみだ。ピカピカしてるよ。ピカピカしてはいるけど、そういうことじゃないの。マイク持っちゃってし。だから 50% 使うわ。使うよ。怖いよ。行くぞ。半分だよ。半分。出るか出ないかだよ。かける。俺は半分に。超か半かみたいな。うわ、白。はい。あ、いや、もう。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 うわーい。暗殺しに来た。チョコもらえず。まだちょっと残ってたじゃん、赤つけ。もらえずだわ。あ、じゃあその6枚でいくか。いったら。息止めろか。うわっ。さあ、効果があるのか。いや。もうダメだ。もうだ。あ、でも緑になったよ。今知ってた。ここから。はぁ、あ。女性は出た。ティッシュくれた。ティッシュ配ってた。ティッシュくれたわ。同じ構図ではあるよ。うん、そうだね。いっぱい持ってっけど。これギリどころ騒ぎじゃないわ。マジか。マジだわ。いや、じゃあもう、あれだな。クラッチで。ちょっとワンチャンガチャに期待しようかな。そうだね。うん。まあまあ、じゃあ、ポチに変わります。はい。はい。ポチの番。うん。ぜひともゲットしたいと思います。お二人とも可愛いしね。そうね。いやでも可愛さっていうか好きな方は、うん、まゆみ。あ、なるほどね。まゆみの絵がやっぱめちゃくちゃ可愛いから、うん、まゆみがすごい欲しい。で今回56枚あるのでもう全部いきます。めっちゃある。めっちゃある。全部いきます。めっちゃある。まゆみを取るためにまゆみとサエコお願い。なんでそんなあるの。あ、俺が渡すでむしり取られたからか。ええ、お願いします。あ、スタートに、あー、スタートはそのぐらいからダメだ。スタートでいいと思いました。
あ、でも今日は三つ。来たじゃん。来たじゃん。もう一回。行くよ。いいよ。もう一回。もう本当に欲しいんだよ、マヨ。さあ出るか。マヨミ。マヨミ欲しいんだけど、なんで白なの？あ、なんか最近やっぱり赤が出ない。青。ほら。本当だね。なかなかね、赤が来ないのよ。そうだね。でも俺は忘れてないから。俺があんなに苦しんだ、渡せばっさり。あそこで多分、使っちゃったよ。だって人を煽るために使うから、それ。だからか。そういうことするからさ。出なくなっちゃう？そう。きっと。お願いだよ。ちょっとお願いする。出ろ！緑か。緑弱いんだよな。赤が見たいな。赤が。あ、じゃあこの赤いこのカメじゃなくて赤の文字が見たいな。めっちゃ秋山さん。本当だ。赤いスーツの人がめっちゃいるけど。秋山さんに2人しかいない。今4人いるのかと思ったら違う。ユウヤが。SRもおるから。え、あ、本当だ。もう一回。もう一回。来ないな。ダメかな。どうした？でもローディング今短かったんよ。え、でも赤いぞ。赤いけど。さあさあ。あれこれダメなやつ。ダメ、あ、見えちゃったもう。見た？そんな出し方ある？全然。あ、言っちゃうんだ。あ、いいな、いいな、いいな。全然盛り上がらんやつ。そうね。もう終わっちゃう。あ。あ。出ないかな。あ、でも赤文字。2連発。いい流れ来い。はい。あ、来たんじゃない？これは？お願い。もう、がっかりさせないで。あの、最初に。あ、これ見えないのか。そうだね、これはね。え？いるじゃん。ああ、いるじゃん。ああ、いるじゃん。やった。やった。どっちでも嬉しい。ギリか本命かってことです。ギリか本命か。本命かギリか。うん、お願いします。ギリ。はい、ギリ全然いいじゃん。私の名前はね、サエコ。キャバクラで雇われママをしてる。一応言っとくと、その前は店のナンバーワンキャバ嬢だったんだぞ。怖いな。今の言い方めっちゃ怖いな。全然いいわ。ギリでもなんでもいいよ。チョコもらえてるだけさ。やったー。もらった。こっちはチョコもらえた。なんてこったよ。レオはチョコもらえなかった。友チョコみたいなことでしょ、言うたら。そうよ。なんだそれ。30% が2枚と、そう、極みガチャ6枚か。微妙な、うん、極みガチャ6枚だったら 30% 引くか。お、行くかい。まゆみ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 。さあどうかな。 30% のまゆみ。あー、これはこれはお願い、変わって。今この間に入れ替えてくれる。お願い、お入れ替えてくれない。一応フォーンってなってる。なったけどこれ入れ替えてない。あー、これはあれだね。あー、お前はもらう方だよ。もらえなくてもミート貸したんだよ、きっと。マジか。もう一枚いくよ。 30% だから。あ、なるほどね。まあそうね。もうチケットはもうどんどん行くで。お、赤いぞ。チケットはどんどん行こう。どうどう。はい、これはこれはもう。そっからくん、うん、あ、緑ちゃんか。緑ちゃんもちょっと持ってきてくんないかな。さあどうなるか。いや、もうあれですよ。 50%。 お、恐怖の 50%。 恐怖の 50%。 ポチさんあれだもんね、 50% 引く率めちゃめちゃ低いもん。今日はいける気がする。なるほど。今日はこれいけるわ。見せてください。見える。真由美が出るのが見える。眉毛が出るのが見える。青いけどね。めちゃめちゃ真っ青だよ。こんなに青いことある。もういい加減にしろよ。 50% もう50% じゃないじゃん。お前かよ。チョコ欲しくて暴走してるわ。くそ、やらん。チョコなんかやらん、お前に。チケットじゃ無理って。
まゆみはそんな簡単に来てくんないか。来てくんないよ、そんなの。はぁって、ため息がてら SR 券引くな。だって SR はもうさ、SR じゃん。赤いぞ。あ、でもダメだ、割れないもの。あ、小鉢。もうおじいちゃんだからいいでしょ、チョコいらんでしょ。じいちゃんだってチョコもらう権利はあるだろう。でもじいちゃんはチョコいらない。おはぎでも食べてなさい。すげえ怒るじゃん。何その偏見の塊みたいな。嘘だよ、ごめんね小牧。最近小牧の修行なくて寂しいよ。絶対嘘じゃん。ちょっと寂しい。なんか、あ、まあ今までずっとあったからね。ずっとあったからね。確かに、間にね。ない、たまにないと寂しいわ。それはね。いやー、スクラッチ。スクラッチの方で。でワンチャンにかける。ワンチャンでちょっと引く。おい。まあ、そうしましょう。まあでも80、800だからね、10円で、ね。そうだね。あの、セレクトゲージ貯めるのが一番美味しいガチャなんで。そうだよね。今月末がまた怖い気がするからね。月末というか。なんなら多分そうだね。来週の火曜ぐらいに来るんじゃない？あのブラックかなんか。キラかブラックかみたいな、うん、来そうな気がするから、ちょっと貯めたい、この間に。うん。じゃあ、次はスクラッチの時だね。そうだね。うん、まあ、とはいえ、最後取れましたから。やったよ！やったじゃないですか。うん。おめでとうございます。育てて。うん、使いたいと思います。はい。流玉ないけど、使っちゃったんだ。もう流玉150個ぐらいある。マジで流玉ちょっと違う人に使っちゃったんだ。育てるのにちょっとあの編成変えるので。本当に。今俺鬼のように余ってる。マジでちょうだい。いや、あげない。じゃあキャラちょうだい。いやだ、あげない。はい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。